どうも、まゆこです。アリスミアやっていきたいと思います。よろしくお願いします。すいません、先にちょっと言わせてください。ちょっと花粉症がひどくて、鼻声なのはまあいつもですけど、ちょっとくしゃみがたまに出るので、その辺ちょっとカットあるかと思います。その辺はちょっとご了承ください。よし、やっていこう。いやー、こんにちは院長さん。通路の部屋に入りたいんだ。あ、こいつ誰だ院長さんって誰？鍵貸してくれませんか？うむ、さっきも借りに来ただろ。別に良いがちゃんと返すんだぞ。あ、ん？僕の謎解けたらいいよ。僕はね、3人いたらリンゴ3つを3分で食べることができるんだ。じゃあさ、リンゴが100個、僕が100人いたら全部食べるのに何分かかると思う？これ解けたらいいよ。でも3回までだから。院長さん？3回までだからね。分かったら教えてね。だってさ、突然変異になった。理由は分かるけどね。そうだね、よく考えたら分かるよ。問われてるのは僕じゃない、君が考えるんだ。100個、ん？なんだったっけ、100、少し忘れた僕はね、3人いたらリンゴ、あ、そうそう、リンゴ3つを3人で3分で食べるんでしょ。リンゴが100個、僕が100人いたら全部食べるのに何分かかるか。3分でしょ。ああ、まあそうだよね、正解。まあさ、なんで3分かって言ったら、3人同時に食べてるんだし3分でしょと思って、そういうのは関係ないんかもしれん、分からん。じゃあさ、右側の本棚調べてみて。心の言うことは聞いておこう。じゃないと心に攻撃されるからね。右、こっちかな、ここか。じゃあ、小さな紙切れが挟まっている、取ってみよう。第2問だよ。3人の僕が3つのリンゴを食べるのに3分かかった。じゃあ次は、100個のリンゴを100分で食べるためには僕は何人いる？困った心だね、こんな時間はないのに。ああ、君に任せるよ。よく見れば別の紙も挟まっている。手帳の切れ端を手に入れた。すいません、ちょっと鼻かみました全然変わってないけど。え、あれ、これ最初のだよ。最初の、カエルは悪いやつだってアリが教えてくれた。猫は悪いやつだってカエルが教えてくれた。ウサギと猫だよね。ウサギが悪いやつやでって猫が教えてくれたみたいな。そうそう、いや、一番悪いのはウサギさって猫が教えてくれた。だから殺したなのかな。どうなんだろう。で、問題がまた出たから答えなきゃいけない。3人の僕が3つのリンゴを食べるのに3分、1人当たり3分、1人が1個3分で食べるって考えたら、同時に3人食べたら3分で終わるよね。だから100分だから33個食べれるんでしょ。ってだったら99個しか食べれんから、1人増やしたら均等に分けても足りるんか。25個ずつになるもんね。たとえその人が担当が1個だったとして、同時進行で食べればいいわけやから、4人か、4人。はい、正解。鍵でしょ。はい、どうぞ。通路部屋の鍵を手に入れた。よかった、もらえてびっくりしたね。いや、なんでもないよ。通路部屋ってことはでかい扉だよね。あ、どうも。あ、やめときます。いっす、ちょっと挨拶を
よし。うん、冷たい。明日遊びに行くってお話ししてたのに、でもずっと悩んでたみたいだったのよね。あ、どうでもいいんだあんなやつ。それより解決するまで外で遊べないことの方が問題だぜ。あいつ？ああ、いいやつだったよ。なんかあれみたいだよね、あの事件の犯人の友人が言うやつ。いやあいつはいいやつだったんですけどね、まさかこんな事件を起こすなんてみたいな、ああいうやつみたいな感じがする。こいつ話しかけてないね。落ち着け落ち着け。終わり。ダメなの鼻がやばい。死んでたのよここに来たら。ああもう恐ろしいわ。第一発見者あの隅にいる人よ。でも何も喋らないの。これはややこしいことになってるね。じゃあ話しかければいいのかな。この人何か知ってるようだね。すみません少しお話を。ああ耳が聞こえないようだ。君は手話とかできる？私こんにちはぐらいしかできない。こんにちはとかちょっとぐらいしか。そうか困ったな。耳が聞こえない人と話すには他に何かあるかな。人なんじゃない？紙とペンがいるぞ。これ知らない？世界地図でしょ。やっぱり世界はこんなに広い。それに場所によって食べるものや言葉も違ったりする。君も興味があるなら一度ぐらいこの世界から飛んでみたらどうかな。したいね世界旅行。ペンあるよ。あ、ここダメだ。ダメなのかな。難しい言葉やつばかりだ。僕のだよ。まだ君には難しいだろうけど、いろんな研究をしてたんだ。昔の話だけどね。それで褒めてもらったり賞もらったりした。今はもうやってないよ。いや別に飽きてしまったとかそんなんじゃないよ。人が多くいるのが苦手っていうのもまああるけど、ただ僕には白が死ぬほど似合わないからさ。確かに服はもう紺色とか黒っぽい感じの印象だよね。肌は白いけど。ペンとか紙は確かこっちでなんか書き物してた人いたんだよね。こっち折り場だ。あのスープは未だに正解がわからない。あなただっけ。そうだ紙とペンがあれば筆談で話せるんじゃないかな。あらどうしたの。ペンもういいわよ。私もいらないし。紙は持ってないわよ。妹が持ってるかもしれないわ。ああ何しようかな。紙は別のところでもらおうか。ってことはペンは今手に入ったってことか。妹どこだっけ。こっちかな。紙？ええ、いいわよ。原稿用紙しかないけどいい？もちろん。あら、君もいたのね。作品の完成楽しみにしてるんだから。また勝手に。いや、ありがとうございます。はあ。乗り気じゃないね。ってことは、ここでもう一回部屋に入ればいいのかな？はい。待ってね。あなたは今起きていることについて何か知っていることはありますか？ここの国の言葉じゃない。僕は大丈夫だよ。君はこの国の言葉しか知らないだろう。まだそういう勉強は君たちには早いからね。教えてなかったんだ。あれ？なんかだんだん先生の素が出てきてる感じが。僕が訳してまとめよう。少し待っててね。もう大丈夫だよ。この人は探偵の人でそれぞれに話を聞いていたらしい。でもその時突然明かりが落ちて喉を切られたんだって。耳が悪いんじゃないみたいだ。あの人が死ぬ前にここにいたのは今そこにいる5人。 ABCDE とを置くね。聞いていたのは死ぬ前の時間帯ここで何をしていたか。
私はここで少し本を読んでて、急に眠くなって途中で居眠りをしてたわ。死んでることに気づいたのは起きた時よ。殺されたの？そうなのか。悪いやつじゃなかったのにな。あんなにナイフで刺すなんてな。あれ？ナイフってよくわかるね、武器っていうか犯行に使われた刃物が。ああ、外で遊びたい。ここにはちょっと道具取りに来ただけだよ。あいつのことなんて知りもしないさ。落ち着け。あの子引きずられてここまで運ばれるなんて。あの足跡大きいからきっと男の人ね。確かにここには来たけどすぐ出たよ。その時あいつはここにはいなかったぜ。だってさ、僕は分かったけど君が答えないといけない。心に干渉するには他人じゃないといけないんだ。犯人は二人いるよ。頑張って。なんだっけ。 A が本読んでて眠くなって居眠りしちゃったわ。死んでたのに気づいたのは起きた時と、 B が殺されたのはなんかナイフでめっちゃ刺されてたみたいな。で C は道具取りに来ただけ、遊びたいな。で D が引きずられてきて足跡がでかいから男の人。で E はその時あいつはいなかったって言ってたよね。すげえざっくりだけど。で犯人が2人ってことは、まあ犯行に使われた刃物を知っている B が有力で、私的に。で引きずられてここまで運ばれるってことはその状況を見てたってことだから、ここが犯行現場じゃないってことを知ってるでしょ。でいうのは怪しいから B と D が怪しいと思います。私は。B と D です。大体の説明もして理解してもらったみたいだ。もう大丈夫だよ。人を殺すなんて憎たらしいことだ。行こうか。行こうか。行こうか。あ、先進めるってこと？ああ。まあ、行こうか、もうすぐね。お。何、右洗濯機じゃないの、あれベッドだね。なんで洗濯機？あれに見えた、上から入れる感じの洗濯機に見えたから、ちょっと見なかった、聞かなかったことにお願いします。これは何？小説がある。へんてこだろその本。でもたくさんの人に読まれた。僕が書いたんだ。名前は僕の友達のだけど。そうさ、嫌いだ。前にも何度も言ったけど名前自体は素敵だと思う。僕の先生がつけてくれた。その名前に見合えない自分がすごく嫌いなんだ。名前がコンプレックスっていうのはずっと言ってたもんね。ベッド、これ洗濯機違うね。塗りつぶされていて読めない。ここでお別れだ。え、なんで？僕の世界だ。その扉は今の僕の世界。こんなにもちっぽけだ。まだ縛られているんだろう。開いたよ。どうしてこうなったんだろうね。君は頭がいいからわかるのかな。もし答えがわかったら教えてくれ、アレン君。消えた。え、何何のかけらを手に入れた。え、何喋った。お母さん、お父さん、行かなきゃ。